久しぶりです。前回、宇宙船直したところからです。今回は、最初の惑星にちょっとした村を、作っていきます。建築するにはマニュピレーターを、アップグレードすることが望ましいです。私はすでにほぼ解放してしまっていますが、解放することで、できることが増えたり、速度や範囲が増えたりします。これは好みによりますが、建物は通行できるように、通路を設けた方が便利です。なので、私は高床式で建築しています。自然な形で言えば、地上から直接立っている方が、良いのでしょうが、いかんせん二次元ですので、二軒先のお家に向かうのに、別のお家の中を通ることになります。ちなみにブロックにはキャラクターが、通過できる背景ブロックと、通過できない前景ブロックがあります。前景ブロックは左クリックで、背景ブロックは右クリックで配置できます。うまく切り替えつつ建物を建てていきましょう。また、ブロックはデフォルトでは複数設置される状態になるので、1ブロックずつ操作したいときは、シフトキーを押しながらやるとできます。建物を建てて住人を呼ぶためにはコロニーディードというアイテムが必要になります。これはアウトポスト、前哨基地のカエルの商人が売っています。建物を建てた上でこれを設置し、条件が満たされていれば住人がやってきます。商人は家具などの販売もしています。家具にはいつでも売られているものと変わっていなければ日替わりのものがあります。なのでちょくちょく覗いてもいいかもしれません。住居の条件は、床があること、背景の壁が埋まっていること、ドアと光源が一つ以上あることとなっています。木のプラットフォームなど廃床として認識されないので注意が必要です。条件が満たされていなければ、コロニーディードにエラーとして表示されるので見直しましょう。最初の方は使用できる建材も、家具も少ないですが、他の惑星を旅することで、徐々に扱えるものが増えていきます。ブロックなどの建材は取得することで、その他家具などはアイテムで、学習することができます。強奪することも可能なので、心が痛まなければ他の惑星の村ごと奪取しても良いです。とりあえず、無計画に作ってきた木のお家も、形になってきました。結構材料を使ったなと、思ってもこの広さです。家具、ロフト付きの戸建てにしておこうと、思います。トイレ、風呂なんて贅沢なものはありません。井戸がそばにあるのでそこで行水でもしてもらいましょう。
わらぶき屋根の家が完成しました。あとはコロニー D 棟を設置して、住人を呼びましょう。住人は設置した家具によって、一般住人、商人、警備員などに変化します。種族もそれらに影響されるかと思いますので、いろいろ試してみてください。住人は一定期間が経過すると家賃を払ってくれます。くれるものは、アイテムだったりピクセルだったり様々です。コロニーディードにプレゼントアイコンが表示されていたらEキーを押して回収しましょう。住人は死亡することがありますが、すぐにリスポーンしますので安心してください。ただし、家賃の経過時間もリセットされますので、注意してください。3軒ほどの小さな村が完成しました。最後に他の惑星を旅する前に旗を立てましょう。旗はクラフトで作成することができます。旗は降り立ちたい場所に設置すると良いです。旗を立てたら、旗に向かってEキーを押します。押したらブックマークする画面になり名前を設定できます。こちらのブックマークは、船のナビゲータブックマークと違い、他の惑星にいたとしても船から直接テレポートすることができます。かなり便利ですし、別の惑星に行くと村の惑星がわからなくなるので、ぜひ設置しておきましょう。今回は、ここまでにしておきます。ご視聴ありがとうございました。